はい、皆さんこんにちは、高橋久典です。久典さん、強靭に衝撃が走りました、今季新外国人選手のルーグネット・オドーア外野手の電撃対談が、なんと開幕3日前の3月26日に決まりました。久典さん、まずはこれ率直な感想を聞かせてください。まあ、正直ちょっとびっくりしたなっていう、こんな早くっていうところですよね。で、まあね、これどっちが、どうこうっていうことじゃなくて、まあ、この時期にね、やっぱり、あれだけ、まあ、メジャーでね、実績のある選手を、ああいう形でね、なくすっていうのは、まあ、どうなんですかね。これちょっと、まあ、なんか、いろいろあるんだろうなと思うんですけど、ちょっとね、憶測だけは話せないなっていうところもありますし、まあ、僕のね、主観で、まあ、こんな感じだとは思うんだけどなっていうところまでは話せますけど、まあ、でもやっぱり、まあ、あの成績じゃねっていうところもありますよね。まず情報を整理しますと、対談の理由ですが、まずは球団からその2軍行き、まあ、2軍での調整ですね、これをオドア選手に、打診したんですが、オドア選手が拒否、本人からアメリカに戻りたいと対談の申し出があったため、まあ、ジャイアンツも、それを承諾したということで、対談に至ったということなんですが、この理由ですよね、その、まあ、2軍行きというところは、まあ、成績が、まあ、振るわなかったオープン戦でというのは分かるんですが、なぜこう対談にまで至ってしまうのかという、そこの、まあ、小川選手の理由、これはどう考えますか。まあ、ちょっとやっぱりこれ、日本の野球を少し甘く見てたんじゃないかなっていうふうに僕は思えちゃうんですよね。やっぱりあれね、実績が自分ではあると、で、まあ、自信もあったでしょうけど、で、まあね、ビザの関係とかで、多少やっぱり、遅れて、キャンプ遅れて入ってきたりとかね、したので。まあもちろん体調万全じゃないっていうのは分かりますけど、でもやっぱり日本で契約した以上は日本のやり方でやらないといけないですし、それプラスメジャーである程度活躍してる人ってマイナーに落ちないっていう契約を持ってるたりするんですよ。で、こっちのねルールで3回こうマイナーとね3年間か、3年、こう行ったり来たりする権利があって、まあね、で、その権利をクリアすると、メジャー契約したら、一回メジャー契約したら、落とせないっていうルールもあるんですよね、こっちでは。だからそういうのを自分の中で多分、それをね、勝手に、思い込んでた可能性もあるのかなっていう感じがしますよね。ただやっぱり契約の中に、ね、吉村さんも、おっしゃってたと思うんですけど、まあ、記事で、まあ、ね、見たんですけど、二軍に落とせないっていう契約は結んでないっていうことを、はっきり言ってたので、これはもう契約に則ったことだと思うんで、もう、これはね、僕ちょっと、アメリカに帰りたいっていうのは、オドアの、ちょっとわがままかな、っていうふうには思っちゃうんですよね。だから、まあ、ちょっとね、いろいろこう、裏はちょっとね、取れてないので、なんとも言えないんですけど、でもそういうふうにちょっと日本の野球を少し甘く見てたんじゃないかなっていうふうに僕は思えちゃいますね。ネット界隈では、こう、憶測というところなんですが、やはり、まあ、30歳という年齢からしても、まだプライドが高くて、ですね、そのまあメジャーでもやれるっていう自信があったからじゃないかとか、まあ、あとは過去にこの MLB でも乱闘騒ぎなどを起こしてますよね。そういった性格の問題もあるんじゃないかっていうところがこう奥さんじゃ飛び交ってるんですけれども、いかがですかね。まあちょっとその乱闘とか云々っていうのはまあなんともね、これはその時のまあ起こってしまったことだと思うので、まあね、やっぱり一生懸命こうやってる中でのその乱闘騒ぎになってしまったっていうのはちょっとまあそれに対してはどうこう言うつもりはないんですけど、でもやっぱり今の成績っていうか、オドアの成績がだんだん落ちてきてるんですよね。ちょっと前のね、オドアの話をした時に気になるのはそこだっていう話を僕したと思うんですけど、このチャンネルでね。ただやっぱりメジャーでも30歳オーバーの選手って結構厳しい契約なんですよ。だから成績がこうやっぱり落ちてきてる今の現状で、メジャー契約っていうのは今望めないんじゃないかなっていうぐらい、オドアの成績っていうのは良くないんですよね。だそれぐらいの選手に対してやっぱりジャイアンツは早めにこうオファーを出して、ね、まあ、ある程度いい金額を出して、オファーを出して、多分アメリカじゃそんな金額つかめないだろうっていう金額を多分出してるんですよ。それを、やっぱり、オドアはね、自分で OK、よし、それで行こう、じゃあ、ジャイアンツのために働こうっていう意味で、
契約したと思うんですけど、それがやっぱりね、なんか成績が出なくて自分がね立場が悪くなったらじゃあアメリカに帰る、これはちょっとフェアじゃないかなっていう感じしますね、僕はね。そんな小川選手、改めてここまでのオープン戦の成績を振り返りたいんですが、そもそもキャンプの途中ですね、2月16日チームに合流、そして、ライトのレギュラー候補として期待されて、オープン戦では12試合に出場、34打数6安打、0打点0ホームラン、打率は1割7分6厘にとどまって、だと。しかも6安打のうちですね、内野安打が3本ということで、ほとんど外野に飛んでないような状況だったんですよね。まあ、こういう成績ですと、さすがに開幕スタメンというのは厳しいのかなとも思ってしまうんですが。まあでもね、これも正直なところ、この成績じゃはっきり厳しいですよ。やっぱりジャイアンツは長打を期待して取ってるわけですから、それがやっぱり今の現状ではなかなか、阿部監督もこれは使いづらいよねっていうところだと思うんですよね。特に今年の外野手競争をめちゃくちゃして、かなりのハイレベルのところでみんな戦ってるわけですよ、レギュラー争いをね。それはやっぱり今のね成績でオドワをじゃあ使いますってなったら、これ多分今周りに成績出してる人たちは納得いかないと思うんですよね。だからそれぐらいやっぱりジャイアンツの今の外野陣はすごく調子が良くて、いや去年3番打ってた秋広選手が2軍にいるわけですから、今それ考えたらかなりのレベルで今レギュラー争いをしてるわけですよ。そこにねやっぱり多分オドワを使ったら、開幕でオドワを使ったらちょっとね士気が下がるんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよね。だから阿部監督の決断も僕は正しいと思いますね。そのまさに阿部監督の決断、革新的かなとも思うんですが、まあある意味これ新外国人選手はある程度の期間は一軍で起用するのが通例だと思うんですよね。でもそれをまあ覆して阿部監督は調子のいいオープン戦で活躍の目立った日本人選手から開幕スタメンを選んだっていうことになりますから、この阿部監督の決断というのはいかがですか。いやすごいこれ大変な決断だったと思いますよ。まあでも阿部監督はやっぱりそれぐらいね、結果で重視しながら、起用していくんだっていうのが見えたと思うんですよね。ある程度、ね、成績、実績ある選手はまた別だと思うんですけど、で、オドワもやっぱり2軍で調子が上がってきたらすぐ、1軍に上げて、多分もうライトで一発すぐっていうところもあったと思う。僕ちょっと思うのは、マイナーと、こっちのマイナーと、日本の2軍って全く全然違うもんなと思うんですね。っていうのは、マイナーはすごい厳しいですよ、これ。もうね、食べていくのも結構大変な、住むところも自分たちで、ルームシェアしながら、生活したりとかしなくちゃいけなかったりするんですよね。でも、2軍はある程度住むところもあるし、食べるもの、なんか全て揃ってる。で、もちろん通訳が多分つくと思うので、それで、行動も、その通訳たちと、行動もできるし、いろんなこうサポートしてくれる人たちが多くいるんですよね。多分、イメージ的に自分の中で多分、勝手にマイナーと同じようなイメージを持ってしまったんじゃないかなと思うんですよ、二軍が。だから多分そんな気がするんですよね、なんとなく。まあ、これはね、あくまで僕の憶測ですよ。あくまでも想像ですけど、だから男の気持ちになったらそういう気のわからなくでもないかなっていう感じがしますね。まあとはいえもう電撃対談決まってしまったことです、これは覆らないと思います。開幕スタメンライトですね、これ誰になるのかというところですが、まあ候補として今上がっているのは梶谷選手ですとか、松原選手、萩尾選手、浅野選手も一軍滑り込みました。この状況で誰がライトにスタメン名を連られるのか、久野さんどう考えますか。僕はねやっぱね萩尾選手を推してるので、萩生選手をこうライトでね、使ってもらいたいなーなんていうふうに思ってるんですよね。やっぱ、打順のね、並びを見ると、やっぱり右バッターがどうしても少ないので、そこに対してやっぱり右バッターが、打てるバッターがいれば、またね、打線の、布陣っていうか、打線をね、うまくこう、使えるんじゃない、右左のうまくね、こう、使えるんじゃないかなっていうふうに思うので、萩尾選手使ってほしいなっていうところですね。でも実績で考えたらやっぱり梶谷選手がもう間違いなくライトで出るのが
一番かなというふうに、まあ開幕ですから特にね、やっぱりこう慣れてる人がやっぱりやるとね、違う結果になる可能性もあるので、うん、でも、萩尾選手のこう勢いとかね、そういうなんか若々しさで使ってもらいたいな、なんていうふうに勝手に僕は思ってますけどね。まあでもこれね、どうなるかわからないですけど、たとえ誰がね、入っても、多分今の外野陣は、全然、その何、まあ、いい外野陣で組めると思うんですよね、いい3人でね。うん、だからそれ考えたら、うん、まあ、誰をどう使っても、いいぐらいの今のジャイアンツの外野陣じゃないかなというふうに思いますけどね。そうですよね。まあある種その小川選手のオープン戦での活躍が振るわなかったので、それが一つ悩みの種といいますか、うん、他の外野手がすごい成績だったじゃないですか、うんうんうん、その辺がまあ一つ解消されたと思えば、これは前向きに考えてもいいんですかね。そうですね、それは間違いなく、まあジャイアンツにとって、まあもちろんね、こうなんかこう開幕前にこのドタバタするっていうのはすごくダメなことかもしれないですけど、でも結果的に若い選手を使えれたりとか、あれ結果的にオドアじゃなくて違う選手をそこに埋め込めるっていうことに関しては、僕はすごくプラスになったんじゃないかなというふうに思いますね。まあもちろんオドアがね、そこに入ってくれるのが一番の、ね、成績を今回ホームラン打って、一番の、ね、ジャイアンツにとっては良かったことかもしれないですけど、でもやっぱりそれ以外のことでもやっぱりね、今はその若い選手だったり、まあね、いい外野陣がいるよっていうところだと思いますね。うん、はい、まあ季節してというか、先日のその動画でですね、久野さんには巨人の開幕オーダー打順を、まあ、表裏2種類予想していただいたんですが、この裏打順がですね、季節して的中といいますか、まあ投手8番というのはちょっと置いといて、うん、まあ 1番佐々木選手でセンターで、2番に萩尾選手ライトで、3番丸選手レフトで、4番岡本選手ファースト、5番が大城選手でキャッチャー、6番に坂本選手でサード、7番門脇選手でショートで、8番ピッチャーで、9番が吉川選手セカンドっていう、まあ裏オーダーを組んでいただいたわけですが、これは改めて、まあちょっとエッジ聞きすぎだと思うんで、8番ピッチャーというところを変えるとしたら、これどういう並びになりますか。いや、もしどうだろうなぁ、まあ、今回のね、最近のこう、なんか活躍見てると、門脇選手のやっぱり上位っていうのももしかしたらあるかもしれないので、うん、だからそこぐらいかなぁ、変わるね。7番に置きましたけど、裏たちはね、だいぶエッジ効かしちゃったんでね、8番ピッチャーとかってね。いや、それは、十分ありえんじゃないですか。だから右左で交互で、ジグザグ打線組むとしたら、萩尾選手の存在がすごく右バッターで大きいわけですよ。ね、はい、今名前出てんのが梶谷、萩尾、そうですね、松原。そうですね、松原選手。まあ、浅野選手もギリみたいな感じです。そう、浅野ね。あ、そうか、浅野もいるんだ。まあ、でもちょっと浅野選手が今、まあ、その4人の中でね、右バッターが萩尾選手と浅尾選手ですから、だからまあどっちを使うかって言っても、今オープン戦の成績ではやっぱり萩尾選手の方が全然ね打ってるわけですから、はい、だからそこに関しては、ね、右バッター2人入ったけど、萩尾選手を使う方のが、これはじゃあ改めて整理すると、うん、1番からどういう打順になりますか、これ。いや、でもあんま変えたくないですね、それね、あんま変えたくない、はい、だからやっぱり1番はい、まあ佐々木選手、まあ、2番萩尾選手、3番丸、4番岡本、5番大城、6番坂本、7番、やっぱね、6番坂本選手いたらこれピッチャー嫌だよ、すごい嫌ですよ、はっきり言って、うん、そうだから、うん、まあそこはね、ちょっとその、1番から6番までは変えたくないですね。5番坂本じゃなくて6番坂本、6番、うん、うん、はい、の方がいいかなと思いますね。で、7番が、あ、まあ、これはもうどっちでもというわけじゃないですけど、まあ、門脇選手か吉川選手、どっちでもね、いいんじゃないかなというふうに思うんで、まあ、そこにね、まあ、ピッチャーが9番だとは思うんですけど、まあね、それで、うん、まあ、そこはちょっと左になっちゃうかもしれないですけどね。
だからそういうジグザグで組めるっていうのは、可能性はありますよね。気になるのはと言いますか、まあ、うん、小川選手電撃対談を受けて、でその後じゃあジャイアンツは新外国人選手をこう獲得に動き出すのかというところなんですが、これ、まあ、まだ発表されたばかりなんで電撃対談が、まあ、ネットでも一部しか、取り上げられてないんですけれども、過去このひさちゃんでも取り上げた MLB 通算66ホーマーのブライアン・アンダーソン選手、さらにはですね MLB のジャイアンツと対談した筒香選手もその獲得候補ではと、まあ、ネットでは騒がれ始めてるんですが、このあたり新外国人選手獲得っていかがですか？いや、可能性十分ありますよね。で、今ちょうどメジャーも開幕間近なんですよね。で、最後のこうマイナーに落とす選手っていうのが決まってくると思うんですよ。だからそうなった時に多分そういう選手がボーボッとね、マイナーにこう落とされて、まあカットって言うんですけど、カットされてね、で、その選手たちがフリーエージェントになったりとかいうケースが結構出てくるので、そこに対してねポッと取れればすごくいいんじゃないかなというふうに思うので、もちろん都合選手もね可能性あるんじゃないかなと思うんですよね。ただやっぱりでもね、DeNA愛が結構強いんじゃないかな。まあ、一部ではカープっていう噂もありますけれどもね、やっぱホームラン打てる選手がやっぱり欲しいっていうのはジャイアンツのね多分一番だと思うので、そこに対してやっぱり全力で行くんじゃないかなという、どうせだったらやっぱり右バッター、右の大砲の方が欲しいのかなっていう感じはしますけどね、右バッターの方がね、左はこうなんかすぐ出てくるんですけど、右の方がね今やっぱりなかなかこう出てこないなっていうところを考えると、右バッターかなとは思いますけどね。そうなんですよね、そうなると右バッターのアンダーソン選手っていうところが、まあ、その過去のイサちゃんの動画の中のコメント欄でも結構、ぜひ獲得してほしいみたいな声が多いんですよね。そうですね、まあその辺を取れたらいいかなっていう感じしますね。まあでもこのね、小川のちょっとマイナスなね、ネガティブなこうニュースが逆にプラスになってね、ポジティブの方にこうチームが進んでくれるとやっぱりありがたいですよね。だからそれはね、すごくまあ、ジャイアンツファンの方もそうでしょうし、まあ僕らもねやっぱりそれを願ってますから、だからやっぱりね、大事なやっぱり開幕のね、前にこういう形になったというのはすごく残念ですけどね。でもやっぱりこの開幕3連戦というのはすごく大事な、ね、意味を持つと思うので、阿部監督のね初陣をこうどうこの3連戦で飾るかというのもすごく重要だと思うので、ここは何としてもね、勝ち越して、次の中日戦に進んでいくということをね、してもらいたいな、全力でしてもらいたいなと思いますね。まあ、その小川選手対談はショックですけれども、先日のその激励会でですね、ジャイアンツの阿部監督がこうマイクで絶叫したじゃないですか、やってやろうじゃねえかって。あれに何かこう逆にもう小川選手対談したところでもう逆にこう反骨精神じゃないですけれども、なんか気持ち現れてたのかなっていうふうに思ったんですけど、チーム一丸みたいな。いや、まあそうですよね、多分まあいや、阿部監督のその決意みたいなのがすごく現れてると思うんですよね。だから、まあそれはね、阿部監督らしいなっていうふうに思うのでね。やっぱりもう、今までと違う。そう、まあでもスローガンでもある、やっぱ新風をやっぱり巻き起こすっていうことを、やっぱり阿部監督は、ね、まあしていきたいでしょうから、そういう面ではね、この、さっきも言いましたけど、一つ、いい方に、流れればいいかなっていうね、この一見がね思いますね。はい、で最後にですね、これまあ電撃対談つながりといいますか、ぜひ久野さんちょっとお伺いしたかったのが、まあ小川選手の、対談もちょっと驚きだったんですが、過去にもジャイアンツには電撃対談した選手が、おりまして、2005年にですねミセリ投手、4月19日に同じく2軍落ちを拒否して対談となってんですよね。これ久野さん当時巨人在籍してたと思うんですが、ミセル投手対談当時のチーム内の反応とか雰囲気とか改めて振り返っていかがですか？いや、まあね、
あれだけ打たれれば仕方ないよねっていう。だってもう全部失敗なんだもん。でもね、打たれるのも完璧に打たれちゃってるったわけですよ。だからやっぱりちょっと日本の野球に合わなかったっていうことなのかもしれないですけど、やっぱり日本の野球をちょっと舐めてたのかなっていうふうに思いますよね。で、やっぱりあの時、僕らが、あ、まあこれ仕方ないよね。まあじゃあ、それで2軍で落ちて、まあ2軍でじゃあダメ、自分が帰りたいって言うんだったら帰ればいいじゃんっていう、まあその考えだったと思うんです。無事、特にそんななんか、それに対して一喜一憂することはなかったんですけど、でもその後に、僕らちょっとね、イラッとしたのは、まあ多分これ、あの当時のみんな、そのベンチ、まあ、その時のメンバーは、多分思ってたと思うんですけど、その次の日に新聞で、ミセリ、対談って出て、その次の日に、ミセリ、浅草で観光して帰る、出たんですよ、それ。で、多分ね、試合がなかったんですよね、確か月曜日かなんかだったと思うんですけど、まあそれ、まあ、それをね、こうなんか、嬉しそうに浅草で観光して、帰って、なんか人力車乗ってるところとかを写真撮られて、で、新聞に出てたんですよ。まあ、それはね、ちょっとね、僕はちょっと許せなかったなっていうふうに思いますね。イラッとしましたね、あれは。なんだよって感じになりましたけどね。だからそういうのがやっぱりね、オドワはないことを祈りますね。願って、観光してもいいですよ。いいですけど、観光しちゃいけないっていうわけじゃないですけど、別に新聞にそれを出さなくてもね、出るような、そんなパフォーマンスしなくてもいいんじゃないかなっていうふうに思うのでね。こっちは戦って、ね、これから真剣モードになって、ま、ね、あの時だって真剣モードで、よし、これからやってやろうじゃないか、あいつのね、こう、負けた分を、なんとか返そうじゃないかっていうふうに思って戦ってんのに、それはないよねっていうふうに思えちゃうので、うん、そういうのをね、なんかこう、士気が下がるようなことを、まあ、しないでもらいたいなっていうところですね。はい。そうですね、はい、ちょっと桜が咲く季節なんで小田選手、花見とかちょっと控えていただきたいですね。そうですね、もう、特に浅草観光はやめてほしい。はい、ということでですね、小戸は対談ということで、少しね、語らせてもらいましたけど、まあ、これがね、いい方に、先ほど言いましたけど、こう、ネガティブのことがね、ポジティブの方に、どんどんチームがなっていけばね、いいと思うので、ぜひ、開幕戦をね、なんとしても白星で飾って、いい形で、スタートを切ってほしいの、いい形で2004年を切ってほしいなと思います。はい、ということで、本日はこれまでです。どうも、ありがとうございました。